長野県短期大学、短期大学制度が開始された1950年に開学した日本の公立大学である。1929年に長野県によって創設された旧正女子専門学校長野女子専門学校を前身とする。1950年に長野県短期大学が設立され、かつては女子短期大学だったが、2004年度から男女共学になった。 2018年4月に長野県短期大学から長野県立大学へと名称を変更し4年生大学へ移行した。在学生の卒業をもって並行。教職課程資格、20年以上にわたって4年生大学移行運動を行ってきたが、2011年、県は4年生大学に移行させる方針を正式に決定。2014年を目途に4年生大学化することを表明した。 かつて、田中康夫は、知事在任中、すでに、新州大学を、はじめ多くの国交私立大学が県内に存在し、少子化も進む中、新たな県立大学を設立するのは非現実的だと、考え、破綻寸前だった、県財政の立て直しと、全国に先駆け、小学校30人学級の、全学年導入や障害児教育の充実の方が、県民益に合致すると表明。 県政レベルでは、積極的な取り組みも、目立った進展も見られなかった。以降、短大側と、同窓会、六臨会などが、県や長野県議会に対し繰り返し四年生大学、移行を陳情するという状態が続いていたが、村井一知事は四年生大学移行を推進する、姿勢を示し、2009年、県当局は、長野県議会総務企画委員会において2009年度中に、 一定の判断を示したい、との答弁を行った。これを受け、翌2010年2月、長野県短期大学の将来構想に関する検討会を設置具体的な検討に入り、アンケート調査などを実施するとともに4年生大学への移行を推進する方向で議論が進められた。村井氏知事の後を継いだ、安倍森和知事は早期に結論を出す方針を示し、2011年、 第8回検討会において、長野健康等教育充実のため4年生、大学科が必要との報告書がまとめられた。これを受けて、安倍知事が4年生大学以降、2014年を目途に4年生大学を開学する方針を表明した。2011年、県教育委員会は、外部有識者や県内教育関係者らによる、県立4年生大学設立準備委員会。 委員長、和田教義副知事と県庁内に担当部署として県立四年生大学設立準備室を設置基本構想の立案に入った。2012年9月に県側が提示した学部学科に関する基本構成素案は短大の学科構成を一切引き継がず発展的に解消全面解雇し経営計学部の総合マネジメント学部を開設。 総合マネジメント、グローバル子ども教育の2学科を設置するというものであった。しかし構想されていた経営計画部とその教育内容の多くは長野大学、松本大学、諏訪東京理科大学など既存の県内私立大学の教育内容と重複するものであった。このため既存の県内私立大学から県から県内高等教育機関全体についての 将来像が何も示されないまま、県の事業によって民業が圧迫される。少子化が進む中で、学生獲得をめぐる競合が懸念れるとして一斉に反発。また、六輪会は、短大の学科を継承しない構想に反対し、開学以来の文化、家政化及び自動化を基本とした、学部学科構成とし、特に管理栄養士養成課程、管理栄養士養成施設を設置するよう要求した。 小宮松自然新州大学長ら有識者からは、検討が不足している、当節続な基本構想を取りまとめに反対する意見が出されるな。委員会は審議当初から混乱に陥った。県が設立準備委員会に当初示していたスケジュールでは、2012年12月までに学部学科構成を確定し、施設整備専門部会、教育課程、教員専攻専門部会を設置し、 会合を開催2013年2月には教育課程、教員選考の方針を決定する予定であったが、意見集約にはほど遠い状態が続いた。長野県議会からも大学の構想が曖昧と批判の声が上がり、さらに2012年11月に発生した田中牧子文部科学大臣の三大学新設不認可発言とその後の議論、騒動も影響。 2012年中には、専門部解設地の見通しが立たず、構想がまとまらない状態であった。安倍知事は、記者会見で、詰めていかなければいけないところが多々あると述べ、県は11月、開学予定年月を2017年4月に延期した。既存の県内シリーズ大学側は懸念と反発を強め、ロック臨海は、比較的志願者の多い英語英米文化専攻と、 健康栄養専攻だけでも引き継ぐよう求めるな、2013年に入っても学部学科構成について賛否両論が提起された。既存の県内私立大学は、公設民営大学、公私協力型の大学、県が県内の学校法人を後押しして開学した大学、あるいは県や県内市町村が立ち域から誘致した大学など、いずれも私立大学ではあるものの、 若年層の県外流出の抑制や大学教育の機会均等という県の教育政策に関わる観点から、海学に県や地元市町村が相当程度関与した大学がほとんどであるため、いずれも公立学校に準じた地域密着型の教育を掲げている。また、県内市立大学側には地域貢献の観点から学費を低廉に抑えるなどの 経営努力を行ってきたという意識もある。このため県がこれらとは別に既存の県内私立大学と競合するような学部学科、教育姿を有する4年生大学を経営することについては想定外の方針転換と捉えており、反発は収まらない状態が続いた。議論は単に長野県短期大学の4年生化にとどまらず、長野県の高等教育機関全体のあり方、さらには 県内の教育全体をいかなるものにすべきかという問題にまで拡大。県は県内高等教育機関の振興案も合わせて検討せざるを得ない状況となった。結論が出ない状態が続く中、安倍知事は2013年3月の長野県議会一般質問に対する答弁において、県総合後可燃計画の期間が終わる2017年度までの 大学を目指す方針を改めて示した。同年5月には、県内シリーズ大学側と、県立4年生大学設立準備室の間で、さらに意見交換が行われるなどの動きがあったが、同年6月19日、学部学科構成に関して、委員会内に異論を残したまま、話題委員長が、議論は尽くされたとして、審議を打ち切り、基本構想を取りまとめ、 安倍知事に構想案決定を報告した。同案によると、県立4年生大学は1年次を全寮生とし、総合マネジメント学部総合マネジメント学科、定員160名、教職課程併設、健康発達学部子ども学科、定員40名、保育士課程併設、健康発達学部健康文化学科、定員40名、 管理栄養士家庭食健康コース併設の二学部、三学科を開設、また将来は大学院も設置する方向で検討するというものであった。管理栄養士養成課程の設置は、六輪会などの養成によるものだが、これについては、異論反論が噴出した。小宮山前新州大学長が、なぜ食だけを取り上げるのか疑問。決定は、時期尚早と反対、他の委員からも、 旧来のものを組み合わせただけ、資格ありきの発では目指す人材の排出はできない、討議にを呈する意見が相次いだ。小宮山前学長は、さらに、突然の取りまとめには納得できない。構想案ではどういう人材を育てようとしているのか、わからないと指摘した。こうした中、すでに管理栄養士養成課程を設置している、松本大学が、この構想案に強く反発。 構想案決定時の委員会を傍聴していた、住吉博之、松本大学長が何のための審議なのか。次第の存続を圧迫する設置構想には最後まで反対したいと批判、他の県内私立大学と共に改組反対運動を展開する意向を表明するに至り、いよいよ事態は混迷の度を深めた。事態打開のため同月21日、安倍知事自ら、急遽、 松本大学を訪れ、住吉学長に構想案を説明するも、住吉学長から、こちらから歩み寄ることはないと返され、議論は平行線をたどった。和田福知事らも諏訪東京理科大学などを訪れ、説明に努めるも了解は得られなかった。県内次第側との溝を埋められないまま、構想案を県の方針とせざるを得ない状況となり、同月24日、 長野県短期大学を改組し4年制化する県立大学の基本構想を決定、同時に県内次第進行案も発表した。決定した基本構想は設立準備委員会がまとめた内容に軸の修正を加え、既存の県内次第の懸念や反発を意識し、グローバルな視野を持った人材育成という4世県立大学の特色を強調、1年次全寮制。 全学実践英語力習得集中プログラムの導入、留学など、海外プログラム必修化などにより既存の県内次第との差別化を図った。また、県内次第振興案では、山岳館共同人材育成円卓会議、歌唱の開催や県内次第による地域貢献への財政支援検討、県と次第との連絡会議の開催などの構想を示した。同日、 現実の混乱を受けて臨時に記者会見した安倍知事は県内次第との差別化に重ねて言及し特色を強く打ち出すことで管理栄養士養成コースや経営経営学科設置に対する次第からの異論や反発答え県内次第との協力関係を構築したい考えを示した一方住吉学長が改組反対運動を展開する 意向を表明した松本大学と設置者である学校法人松小学園は松本大学同窓生松小学園関係者らが中心となって同年7月新建立大学構想の見直しを求める会代表横山光一松小学園常務理事を結成同会は多額の税金を使い県内私立大学を圧迫してまで新建立大学を設立することは 県民益にかなわない。広く県民の意見を聞き、検討を重ねることを求める都市長長野県議会9月定例会への請願提出を目指し、8月本休み明けから県立大学の基本構想の見直しを求める署名活動を開始した。松小学園高等学校の同窓会会員や松本商工会議所などが会に協力し、 9月中旬までの約1ヶ月の間に延べ9万6千人を超える署名、知事ずつ9万6千25人、県議会議長宛て9万6千104人を集めた。同月23日には、学校法人、松小学園が、中心地区選出の各会派県議会議員8名を松本大学に招いて、懇談会を開催。横山代表が署名活動の趣旨説明を行い、 住吉学長や松商学園の藤原十二理事長らも意見を述べた。同月24日、横山代表が長野県庁を訪れ、本郷和彦県議会議長に請願書を、安倍知事に陳情書を、それぞれ署名簿を添えて提出した。請願は9月県議会総務企画委員会に付託され、審議される。同月十五日からの県議会の一般質問開始に合わせて提出し、 県議会内での議論を促すという。またこの請願は、県が9月定例会に提案した、県立大設立準備の関連経費972万円の補正予算安心議にも影響を与え、県議会9月定例会最大の議題ににわかに浮上した。横山代表から陳情書を受け取った安倍知事は、面会した横山代表らに対し、松本大学が競合を懸念している。 新県立大学の健康文化学科、管理栄養士家庭食健康コースの定員は25から30人程度に絞る絵を示した。また知事は6月の基本方針決定の際の差別化するとの説明を繰り返し、県民意見は十分に聞く。県立大都市大が共に発展できるようにしたいと述べて理解を求める一方、県内高卒者の県外流出や管理栄養士の 需要増などを根拠に、県立大学の設立や、管理栄養士課程の必要性を強調した。本郷議長は、所管の委員会において慎重に審議するとのみ述べた。県議会9月定例会では施設整備専門部会、教育課程、教員専攻専門部会の設置にかかる関連予算は可決されたものの、委員の日程調整の遅れなどを理由に設置が延期された。 その後、施設整備専門部会、有識者ら5名による、部会長、上野渕は大学工学部教授は11月県議会会会直後に設置されたが、教育課程、教員専攻専門部会の設置については、先延ばしされた。新県立大学構想の見直しを求める会はなおも、署名活動を継続するほか、長野大学関係者も県立4年生大学、 開学による志願者大幅減への懸念を表明した。県内次第との差別化を図ったとされるグローバル化や英語教育重視、留学なども新設大学が掲げる教育内容としては広く見られる要素であり、長野市内においてもすでに生前女学院大学が英語や海外体験などを重視する教育を行っている。県内次第側では 県の構想への反発や懸念がますます強まっており、県内教育関係者の間でも異論が提起され、続けている。同年10月18日、安倍知事は、愛知県名古屋市にて開かれた、中部県知事会主催の公開シンポジウムの席上、県立大の開学について、最速で2017年度、または18年度、まだ決めていないと述べ、 初めて2018年度開学の可能性に言及した。また県も11月21日に開会した県議会11月定例会に提案した補正予算案に新県立大設置関連経費を計上しなかった。このため施設整備専門部会において施設設計、施設設備の具体化に向けた検討を追っても、それにかかる経費の計上は2014年度以降にずれ込む見込みとなったため、 開学時期が再延期される可能性も出ている。高田幸夫、県総務参事、県立大設立担当は、県立大の開学時期は、本構想では、施設整備計画等を策定する中で決定していく、としており、構想に何ら変更はないと述べたものの、県立大基本構想の見直しを求める意見にも、一定の配慮を見せた形となっている。一方、 同年十一月二十二日、施設整備専門部会は、初会合を開き、県側から、複数の案の提示を受けて、議論を行った。その結果、現在の短大キャンパス単独での、施設整備については手狭で将来拡張に対応で、キーとして、キャンパスを二カ所設け、現在の短大キャンパスに、大学本体、また現在の短大キャンパスから約二点二キロメートル、離れている。 長野市立後町小学校跡地、長野市南長野西跡町、2013年3月、廃校。約1万1300平方メートルに1年生全員が入る学生寮と地域貢献型の大学施設を設置することが望ましいとする意見集約を行った。五町小学校跡地を新県立大のキャンパスの一部として利用する案は、長野市が 同月20日に県に要望書を提出したものであり、また委員からは、現在の短大キャンパスに隣接する市の都市公園、三和湖を、約12,700平方メートルの敷地利用も提案された。2キャンパスとなる、計画のため新設2学部を分散配置することについても議論されたが、上条広之学長らが、学生の交流や大学全体のまとりの維持が、 難しくなると否定的な見解を述べた。県が示した整備基本方針案では既存の短大施設のうち図書館などは改修し、新県立大でも利用、本館棟や学生会館、体育館などは新築される予定となっており、今後、延べ床面積など具体的な施設の規模が示されることになった。県は専門部会の意見をもとに、 大学施設整備基本方針をまとめる。松小学園、松本大学を中心とした構想見直しを求める。運動は2014年に入っても継続しているが、同年ついに積極的な対抗策に打って出る。県内次第も現れた。長野大学は、同年3月、所在地の上田市に対し、同大学を運営する、学校法人長野学園を、上田市が設置者となる、 公立大学法人とすることを求める要望書を提出。同法人理事でもある流れ総一市長は早速検討に入りたいと答え、公立化が本格的に検討されることになった。同大学は要望書内に移行時期の目標を明確には示さなかったものの、島田力夫、長野学園理事長と野原光、長野大学長は長野大が、 開学50周年を迎える2016年度に合わせて効率化を実現したいと表明した。長野大学の効率化は主に学生確保と県内高校卒業生の県内大学進学率の向上を目指すものであるが2017年度に4年生以降を計画している長野県短期大学に対し効率化目標年次を2016年度に設定するなど 長野県短期大学の4年生化に対する事実上の対抗策であり、長野大学側が先手を打った形となった。長野大学は1966年、上田市と合併する前の証券軍旧塩田町が全学出資して設立した学校法人により、本州大学として創設された公設民営大学であり、その後も地元自治体主張などが、その運営について、 一定の関与を維持していた。長野大学側は、すでに4年生大学であることから、初期投資は不要であり、移行にあたって、上田市には、財政負担がかからないとなどメリットを主張。キャンパスの整備や、学科改組さらにそれらにかかる、県予算の確保など、課題の多い長野県短期大学に比べ、長野大学が示した移行スケジュールはおおむね。 法人格の変更手続きにするもののみとなっており、上田市議会の議決を得て、長野県が認可すれば、直ちに実現することになる。この要望が実現した場合、長野県短期大学の4年生以降より先に公立4年生大学が、県内に設立れる結果となるため、長野県短期大学の4年生以降構想への影響は必至であるが、 安倍知事は3月5日の県議会において、長野大学の公立大学法人化構想について、上田市や長野大の考えを十分に把握ておらず、言及できない、子供の数が減る状況にどう立ち向かうかは、次第の大きな課題。県内の高等教育をどうするか、次第と一緒に取り組むことが、県にとっても重要と述べるにとめまっている。長野大学は、その後、 上田市議会での議論などの結果、大学の将来像の明確化や財政基盤の確立、改祖などが検討され、2017年度からの公立移行が決定した。また2014年4月、諏訪東京理科大学も公立大学法人化する方針を示し、2015年9月には、茅野市に対して本学の公立大学法人化を求める要望書を提出した。 設置者の学校法人東京理科大学は、県立大学科を想定しており、地野市は県に効率化に向けた協議への参加を求めた。安倍知事は、長野県議会9月定例会において、高等教育の振興を重視する立場から、県としても、積極的に協議に参加するとの考えを表明し、効率化の動きに対し、積極的な姿勢を示したが、翌10月、県立以降は困難と述べた。 このため、学校法人東京理科大学と千野市は、諏訪広域連合、千野市、諏訪市、岡谷市、下諏訪町、藤見町、原村による一部事務組合を創設し、学校組合を設置者とする形での公立大学法人化を埋め、その運営に関して県に支援を求める方針を示した。諏訪東京理科大学も2018年度からの公立移行が予定されている。 長野県短期大学の4年生大学化構想を契機に県内において自治体を巻き込む形での大学改革がにわかに活発化する様相となった。県議会においても引き続き審議されているものの2014年に入っても県側が思うようには4年生大学移行計画に対する県議会議員の賛同や理解を得られない状態となっている。 同年3月11日の県議会総務、企画警察委員会では会派を問わず一年次を全寮制とする計画に関する異論が相次ぎ、県側が説明に追われた。萩原清氏委員、自由民主党、松本氏は全寮制の意義は何かと質問、また石坂地方委員、日本共産党、長野氏は通学可能な学生にも、両費支出を強制し経済的困難を抱える。 学生の締め出しにらないかと指摘した。増田隆、氏、県立大学設立準備室長は、生活の場だけではなく教育機能を持つ学寮として、学生や地域との交流等のプログラムを行う、良費減免や救済措置を検討と答え、一年事前寮生への理解を求めた。2014年7月、県は新県立大学の理事長に安藤国医、 ソニー生命名誉会長、ソニー元社長、学長には、県立大設立準備委員会専門部会委員から、近代地雅美慶応義塾大学名誉教授を、選任した。安藤次期理事長と、近代地次期学長は就任会見において、インターンシップなどを通じて、地元企業との連携に力を入れる方針を明らかに、したほか、 学生の海外留学カリキュラムや海外から留学生を受け入れるために4学期制の導入にも取り組む考えを表明した。県は今後新たに専門部会を設置し、詳細な授業内容を詰めるとともに、教員の選定を進め、2016年10月までに文部科学省に大学の設置課を申請、2017年度中に公立大学法人を設立、 2018年4月の開学を目指す方針を示した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。